にちは、はい、こんにちは。真面目にゴルフやってますか？やってます。冬も練習もやってます？やってま、うん、週1ぐらい練習はしてます。この前、はい、ゆっこちゃんとお話しした時に、はい、とあるプロコーチの DVD を見てるってお話を聞いて、はい、たまたま僕その方とお会いしたんですよ。はい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 。でせっかくだからその憧れのプロコーチに会いに行くっていう企画していいですかって言ったら、はい、いいですよって。優しい優しい有名人ですよね。かなり会うまで誰かお楽しみなんですけども、はい、みんな大体わかると思うんですけど行ってみましょう。行ってみましょう。はい。港区ですよ。おなりも港区です、ね、若干名前が書いてあるけど見なかったことですもう分かりやすいぐらい。すごいよね。すごいですね。お、こんな感じ。トロフィーがありますね。ベンホーガー。ベンホーガー知ってんすか？わかりますよ。さすが合宿とかもやるみたいね。すごい。あ、こんにちは。マスター、まだし、大丈夫です。よろしくお願いします。焦点が合いました。谷正樹さんです。谷です。すみません、初めまして。いや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 、脱いで見ている方ですね。いやいやいや。あ、じゃあどうぞこちら。あ、すみません。なんか目標みたいなのあるんですか？目標は、まず、レディーシーから70代のスパイと、はい、去年初めて競技、はい、試合に出たんですね。はい、参加したので、ボロボロだったんで、はい、ちょっと悔しくて、はい、分かりました。今年は上位に行きたいなと。いいアドバイスができると思います。はい、お願いします。で、ちょっと、ある程度情報が欲しいんで、はい、ゴルフ歴や、ちょっとベストスコアを記入していただいて、はい、はい、お願いいたします。はい、これ、トニーさんのところに来ると初めての人は毎回これを記入する。記入します。はい、中の施設にやってきました。なんかこれ全部スイング丸裸にされちゃいそうなやつですね。カメラついてますよ。はい、どのぐらいのペースで練習してるんですか？練習は時間があれば、はい、いつも行ってます。すごいですね。ラウンド10回もやってるんですか？月10回10。そんな？それで練習回数別で8回ですか？これ1回行ったら何球ぐらいですか？50、60ぐらい。あ、そうなんだ。そんなに球数はそうなんですね。素振りめっちゃしてます。あ、素振りを。じゃあちょっとこれで、はい、あ、はい、谷さん、ところどころ紳士ですよね。いやー、何球か打っていただいて、はい、ここから行きます。わー、ペチンペチン。7番。7番です。あー、ペチンですね。すげー、すげー。すごい気合い入れましょう。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、こちらをご覧ください。きれい。これはゴルフ、谷さん、すいません、視聴者にも先に言っとくんですけど、ゆうこちゃん受け答えするときに結構フランクに喋るんで。あ、もうバッチリ、はい、そういう感じで、はい、日本語でしたら伝わって気にしなくて喋っていいんで。一応スイングって2画面で見ていくんですよ。はい、で正面側と後方側の2つ見ればもう全てのスイングがもう分かるっていう感じです。はい、で、画面によって見る役割って変わってくるんですね。はい、でまず正面側、正面側は、はい、まあ、体重の移動なんかをこう見ていきます。はい、それからあと飛距離が、まあ、飛ばない人とか、うん、まあ、飛ぶ人とか、まあ、体重の移動の仕方と、まあ、クラブのさばき方によってこちら側からはどちらかというと飛距離がこう分かりやすい。そうなんだ。飛ばない流とか飛ぶ流とか、はい、で後方は、クラブのこの動きをまたこれも見ていって、はい、球が左右に曲がってしまう原因、こっちは飛距離、こっちは左右みたいな感じで、まあ、一応分かるようになってます。はい、で、まあ、ゴルフってまあ止まっているボールなんで、はい、まあ、頭の位置こうあんまり輪っかが出ないようにってことで、まあ、こう線を引きます。はい、そして持って、体のこう外側にこう線を引きます。はい、後方側の、まあ、前傾の姿勢をねゴルフは取るんで、はい、前傾の姿勢、それからこれが重要ですけど、クラブの来角の延長線上に一本線を引きます。ですが、よく言われるのがスイングプレーンってやつです。はい、でまずこの正面から見た時によく体重の移動なんて言うじゃないですか。うん、まあ、バックスイング上がっていった時に基本的にはこう右に乗って、うん、それからダウンスイングで左に乗っていきましょうっていうような理論って聞いたことありますよね。ありますよね。で実際、石井さんのどうかまず見てみましょう。はい、バックスイングで頭が動くのか動かないのか。あ、ちょっとすごい
頑張れすごいじゃないですか。頑張れ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 。わあ、これは綺麗ですね。本当に頭がバッチリっす。今のとこ。で、あの右側のこう引いた線、画面上で言ったら左側ですけど、この線に対して体も綺麗にこうぴったりこうはまってるんで、すごく綺麗な体重の配分だと思います。そうなんだ。はい。で、ダウンスイングで左にぐんとこう乗せていく感じでいくとベストなんですけど、おお、来てる。来てますね。で、体がこの線から出ていきましたよね。出ますね、はい、これは出なければダメです。あ、いいんですか。出てるんです。最高ですもん。出ていいんですね。で、インパクト、これ光った時がインパクトなんですけど、はい、アドレスしたこの水色の線からこれだけこう手がこう出てくれてるんですね。すごい。あ、はい、これってものすごくゴルフで必要なことなんですよ。アドレスした状態が、まあ、水色のラインだとするじゃないですか、はい、こういうふうに。で、インパクトした時に体の体重の移動した分だけ、うん、手の位置も移動するって、かなり綺麗に同調されて移動してるんですね。つまりこれロフトってあるじゃないですか、はい、このロフトが手が前に出るにつれてこうロフトが立ってくる動作になってくるんで、これ僕8度の法則って呼んでるんですけど、アドレス、正しいアドレスで構えた状態の時にインパクトで大体こう8度ぐらいの角度でインパクトできてると非常にいいんですよ。で、8度っていうとちょっと難しいかもしれないけど、番手間のピッチのロフトっていうのが4度刻みなんですよ、大体。だから7番のロフトで構えてるのが5番のロフトで打ってるっていうから、めちゃくちゃ飛ぶわけですよ。なるほど。でこれちなみに角度をこう測ってみるとぴったりではないんですけど、大体、おお、でもいいですね、7度ぐらい、もう7、8度、本当綺麗に角度保たれてると、すごい、非常にいいです。でインパクトからフォローで手がバコンって伸びていくといいんですけど、そうですね、ちょっとここがね少し詰まるけど、詰まりますね。これもう最初から詰まっちゃってるんですよ。始めた頃からいつか乗るかなと思ったら乗んないです。最後非常に綺麗にこう弓なりな感じでフィニッシュなさってるんで、体の動きとインパクトのポイントはすごく石田さん上手です。ありがとうございます。ただ正面から見た時にちょっともったいないなと思うところが、フォローでこうちょっと詰まる作業。そうですね。でフォローで詰まるのはなぜかというと、ダウンスイングの時のこのよく言われるためっていう角度がちょっと少ないんですよ。時計のね、針でいうとピッてこう作って、はい、8時の状態の時、この状態の時に、うん、左手とシャフトの角度が90度ぐらい欲しいんですよ。なるほど。それが何度ですか。130度。足りない。44度無視してるわけですね。そう、ちょっとほどけちゃってるんですね、うん、でダウンスイングでこうやってほどけばこちら側がやっぱ詰まりやすくなってくるんで、そこでまず詰まっちゃうっていうのがありますね、はい、それからあとはやっぱり球を遠くに飛ばしたいとか、グリップのプレッシャーがすごくグッと強く握られてると、フォローでヘッドが走んないんですよ。で今この時の状態で今度右腕が今度水平になっていくじゃないですか、その時に角度的にいくと大体このぐらいの角度はシャフトが走ってなきゃいけないんですよ。それが今ここなんで、まだそこにいる。そう、180度って感じなんで、はい、シャフト自体がちゃんと動いていないから、うんうんうん、そこがちょっともったいないかなっていう正面からの画像です、はい、でも体の動きはめちゃくちゃ抜群に綺麗です。ありがとうございます、はい、すごい綺麗、お世辞抜きで。ありがとうございます、はい、でまず正面ですね、はい、でこの後方手になります。前傾の姿勢、それから、スイングプレーンですね、はい、でバックスイング引いていった時にクラブがこの線よりもちょっと上目に上がって、上目に上がっていきます、はい、でこの線よりも全てのこの上のエリアをゴルフではアウトサイドって言うんですよ、はいはい、でこの線よりも全ての下のエリアをインサイドって言うんですね、うんうん、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、で今一応バックスイングがアウトバックですね、バックスイングがアウトに上がってくると、はいはい、でトップオブスイングでこれもまた綺麗にはみ込みますねこれね、パッと見なんかいい感じになりますよねちょっとオーバースイング見られるけど、右の前腕直角っていうね、天使みたいな顔ですねめちゃくちゃ綺麗、すごい上手、すごく褒め上手です、ね、いやいや褒め上手です、いいものはいいです、ありがとうございます、はい、あ、でもこれちょっと立ちます、
でインパクトした時に、うん、これあの水色の線でインパクトできてないじゃないですか、はい、でこの場合あのプロゴルファーでさえ、うん、まあ、日本のプロゴルファーでさえアドレスした通りのところでインパクトを迎えられるのって、うん、10% 前後ぐらいの人たちしかいないんですね。でその代わりと一応なんなんですけど、うん、インパクトしたこの線、はい、この線に対して直線にどのぐらい動いてるかっていうのを見ていくんですね。どうしても浮いちゃう人は、はい、だ黄色い線で一度の前見てた時にダウンスイングのここでインサイド側に来て、はい、インサイドから入ってきて抜けがアウトに抜けていくっていう抜け、はいはい、つまり、ヘッド自体の軌道はインサイドアウトで球をさばいているんで、はい、ボールの打ち出しというのはどっちに行くと思います？打ち出しは右左右行きますよね、はい、インサイドからアウトも向こうに放ってるようなものですから右側に行くと、はい、うん、でも右側に行ったものいわゆるクラブの軌道は右側に打っているけど、うん、球がこうやって戻ってきてますよねいつもね、はい、いわゆるドローボール系、はい、それはどうしたと思います？そう、まあ、まあでも本当におっしゃる通りでボールにこう回転がかかって右に行ったボールが戻ってくるわけです、はい、つまりクラブのこのフェースの向きが当たるときにちょっとこう閉じてるっていうことなんですね、はい、インサイドアウトで打った場合はフェース面が多少こうちょっと閉じ気味に来ていれば綺麗なドローボールが成立するっていうこの一度の綺麗なドローボール成立の動きをしてるわけです、はい、ただ、ダウンスイングのとき見ていくとクラブヘッドがこう少し立ってくるんですよ、うん、そうですね、ここで、はい、でこの状態で来るとちょっとカット目にこう来そうな雰囲気もあるんですね、はいはい、いわゆるアウトサイドから来そうな雰囲気も、うんうんうん、でもそれを慌てて途中でこのハーフウェイダウンってこの辺の位置ぐらいからこの入れ替えてくるわけです、こっちインサイドに。でちょっとこうあの若干平面で一面で打てていないなっていうのはちょっと気になりますけれど、はいはい、まあでもあのそんなに悪くはないです、はい、であとねこの左肘ね、これねこれちょっと問題ですよね。そう、これは本当にいつもどうにかしたい、うん、はい、で、まとめます、はい、まず、石井さん自身が飛距離をまず、はい、今7番で120ヤード飛ばされてるじゃないですか、はい、これをもうちょい飛ばしたいか飛ばしたくないかっていうところはまず今6番アイアンまで入れてるんで、はい、6番で140ヤードは飛ばしたいです。6番で140が目標、はい、130ぐらい行かせたいってことですね、はい、で飛距離を飛ばす時に、うん、2つあると思ってください、はい、1つは効率が悪いものを効率よくさせて飛ばしていく方法、はい、それからもう1つはそもそものヘッドスピードを上げていって飛ばす方法っていう2つがあると思ってください、はい、で、効率自体は、その前インサイドから来てかなり綺麗なドロー目で打たれてるんで、うん、結構綺麗に使えてるんですね、はい、でここからもうちょっと飛ばすってなってくると、うん、さっき言ったこの辺の角度、うん、それからフォローでのヘッドの走りっていうのを覚えていかないと、はい、この目標の距離には到達しないかなっていうところです、はいはい、それからあと、目標が、70代でもあるってことですよね、はい、うん、でそれは70代でもあるのはいつぐらいが目標ですかね。夏まで。夏、はい、3年後え今年の夏ね。今年の夏こう寄せ満的なのあるじゃないですか、はいはい、例えば、まあ、5、60ヤードちょっと距離ありすぎるけど、はい、まあ、30ヤード以内ぐらいの、うん、あ惜しかったちょっとこぼれたなって言った時からの、はい、グリーンエッジからのアプローチで寄せるっていうのはありますよね、はい、その時って、はいはい、確率でいくと大体どのぐらい拾えてます、うん、要はワンパットでいけるかっていう。そっからワンパット確率でも低いですね。なんか入りそうな距離には寄せられても、うんうん、意外とそれが入んないみたいな、はい、うん、わかりました、うん、この70代っていう目標に関しては、うん、結構ショートゲーム系を集中してやります、うん、はい、で、まあ、もしこの夏っていうのが7月ぐらいだとしたら3ヶ月ぐらい前から、うん、だから4月ぐらいから、アプローチパター系を集中してやっていって、うん、はい、でその4月ぐらいまでは、ショットに関してのさっきのこの感じ、うんうんうん、角度とヘッドの走りみたいなのを、はい、練習していくっていう感じのイメージでやっていくと、はい、2019年の夏、素敵な夏を迎えるというところだと思います、はい、めっちゃ分かりやすいね。明確もうなんか分かるもんね。明確なんか分かりやすい。ちょっとただ言ったはいいが、ここからちゃんとうまくいくから練習は
だからまずボールを置かずにどうやって手を動かしていこうっていうことで、エイジさん大好きな素振りから入っていく。